なる北朝鮮のミサイル発射実験、また核実験に関しては許し難い状況であると言わざるを得ないということを冒頭お伝えいたしたいと思います。また河野大臣にお聞きいたしますが、退席中でありましたが、同じ委員の小山清彦大臣氏がご紹介しましたけれども、先週我々公明党の遠山団長として超党派の中堅若手で組織する日中次世代交流委員会の第5次訪中団として中国の方に行ってまいりました。でその際にミサイル発射実験の後、中国の政府要人、また共産党要人と会談をしてまいりましたが、それは先ほど遠山委員からもご紹介があった通りであり、でその中でですね、高原油外交部部長ジョリーとの会談の3点、小山委員はまとめておられました。一つには朝鮮半島の非核化は共有をしている、国際社会として中国も共有するものだ。二つ目には核実験の場所がですね、中国に近いということで、北朝鮮に対する脅威危機感もこれは中国も皆さんと一緒に共有しているという話がありました。でその中でここが肝です。中国側の提案はこれは圧力をかけ続けながらも対話を求めていかなければいけない、そのために2つの凍結をすべきだと。一つには米韓合同演習を凍結、でそれを担保にして朝鮮、北朝鮮の核実験の凍結、1年間の凍結を約束させて、その中で対話を進めていくという提案がありました。でしかしながらですね、それに先立って高原油さんの会見の前に大和軍中連部の部長ジョリと会談をして、これは昼食の会談だったんですけども、昼食だったんで大和軍さんが一人一人とこうテーブルを回っていただいて、私も10分間会談をしました。朝鮮の北朝鮮の話をしたときに悠長なこと言ってられないんで、まずは国民の不満を取り除くですね。北朝鮮が約束を違反しているのは、さまざまな合意事項の細かな中にアメリカが履行していないものがあるということを言うんですね。それなんだって言ったら合同演習もそうだと、あとマカオの銀行の金融凍結もそうだという話をします。でもじゃあそれをやらせたところで、アメリカ側に飲ませたところで北朝鮮の暴走が止まるっていうことをあなたたちは保証しますかと言ったら何の答弁もないんです。で遠山委員が講和軍さんからの提案を受けて、じゃあそれをやったときに、それですら暴走が止まらなかったら最終的な軍事オプションしかないよと言ったら、この最大級のですね、彼も昨日ですか、一昨日遠山さんの問いかけに明確な答えがなかった。北朝鮮に最大級の圧力、対話と圧力を続けていく、いろんな条件を引き出していっても、やっぱり北朝鮮がそれを守る、その合意事項を履行するという担保がなければ何もなりません。この点について大臣はどうお考えですか。河野大臣。河野大臣。まずお話がありましたダブルフリーズについてはですね、国際法の枠組みにも沿って事前通告をした上で行われている米韓の軍事演習と、さまざまな安保理決議6者会合の合意、あるいは日朝平壌宣言にも違反をしている今回のミサイルの発射や核実験を同じテーブルの上に載せるということはできないと思います。我々としては対話を全く拒否しているわけではなくて、おっしゃるように北朝鮮が明確に非核化の意思を示して具体的な行動を取ってくれれば対話をする用意があるということは繰り返し申し上げているところでございますので、北朝鮮がそれに向けてきちんと歩み始めることができるように今国際社会として協調して圧力をかけていく、その必要があると思います。これにつきましては、そのためにはこれ国交を結んでいくのは数多くあります。先ほど渡辺委員の指摘にあって、それで大臣も答弁した通り、水も漏らさぬように国際社会としてしっかり対応していかなければいけない。でさは去りながら、やはりこの後の委員会で決にまとめるところでもありますけれども、アメリカと韓国との連携、そしてその上でやはり中国ロシアへの連携をしっかりしていく。しかし中国ロシアは背景が違います。中国は非核化を望んでいながら、やっぱり朝鮮半島が統一されて親米政権自由主義陣営がそこに打ち立てられるという
ていうことは避けたがっている節もあります。そうした思いの違いの中でしっかりと一致行動というのは非常に難しいわけでありますけれども、外交努力がまだ全てなされているとも私も思っていませんので、そうした厳しい状況の中でもしっかり中国を引っ込んでいくことが重要だというふうに思いますし、石油の禁輸措置も反対していますけれども、中国はこれもしっかりやらせる。ただやったとしても、石油の禁輸措置があったとしても、全てのオプションに関してそうです。全てのオプション、理想的なオプションがなされたとしても、それすらも破って北朝鮮が暴挙を働いた場合っていう可能性もしっかりこれは踏まえて対応を取っていくっていうことが、緊張感を持ってやっていくということが重要だというふうに思います。今後の中国ロシアへのさらなる連携強化、厳しいことも物言いもしていかなければなりません。これが大きな鍵を握ると思います。一言あれば大臣よろしく。取り組むべきだと思うんですけども、日本政府の取り組みはいかがですか。これ岸田外務大臣の今回の北朝鮮の核実験を受けて、中国およびロシアはこれまでにない強い非難声明を出しております。1000人単位で北朝鮮の朝鮮半島の非核化がゴールであるというところは、王毅外務大臣あるいはラブロフ外務大臣との電話会談でもゴールは同じ認識でございますので、日本といたしましては米韓と緊密に連携をしながら、ロシア中国にしっかりとその役割を果たしてもらうように求めてまいりたい。また委員おっしゃるように、北朝鮮と国交を結んでいる国というのが少なからずございます。そういう国々に対しましても、これまでの安保理決議をしっかり守ってもらうように、さまざまな場面で要請をしているところでございますし、ほとんどの国が安保理決議を完全に履行するということを約束してくれておりますので、しっかりと外交努力を続けてまいりたいと思います。具体的に今安保理で決して甘い状況ではありません。最後にもう一度言いますけれども、中国要人との会談の中では北朝鮮が約束を履行させることを中国政府はどうするのかという言葉には何の答弁もなかったという、そういう状況でありますから、しっかり状況を踏まえて対応を取っていただきたいと思います。ありがとうございました。しっかりと履行してまいりたいと思います。